伊豆市そばに使用した伊豆市焼伊豆市焼きの販売店伊豆市焼きは兵庫県豊岡市伊豆市町一帯で焼かれる時期伊豆市白磁とも国内でも珍しい白磁を中心とした焼き物である透き通るように白い地肌に浮き彫りや透かし彫りによる精緻な文様が際立つ伊豆市藩において江戸時代中期に大量の白磁の鉱脈が発見されたそこで白を 特産物とするため、イマリ焼キの投稿を招聘し、イマリ焼キに習った、染付、赤絵などの色物実機の生産したことが、始まりとされる。やがて生産が、盛んになって、窯元が増え、産地を形成するようになった。これは、現在の伊豆市焼に対して小伊豆市焼と呼ばれている。もので、最盛期は、天保年間とされる。しかし、生水を繰り返しつつ、 明治初期に完全に衰退する。その後、明治9年に桜井津村が設立した永進社が、伊万里焼の東匠柴田全平や友田休憩を指導者として招き、伊豆市焼の品質改良に成功する。この伊豆市白地を各地の博覧会に出品することでで、石焼の名声は高まり、明治37年開催のセントルイス万国博覧会では金賞を受賞する。 昭和55年3月に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されている。ありがとうございます。